ここからはロアッソ熊本からのお知らせです。6月30日のロアッソの試合はマイナビマッチデー。今日はマイナビから執行役員社長室長の土井義康さんと、ロアッソからアン選手、田中選手、八久保選手が来てくれました。皆さんお揃いのユニフォームのような T シャツを着ていますが、こちらは、はい、6月30日の試合で先着1万人にプレゼントするマイナビとロアッソのコラボ T シャツです。今シーズン僕たちが熊本でする試合は21試合あるんですけど、 T シャツがもらえるのはこの日だけで特別な試合なんです。去年のマイナビマッチデーも大盛況でしたよね。はい、チームのねスタッフの方がこんなの初めてだと言って本当に喜んでくれました。去年は1万人を超すサポーターと一緒にこの赤い T シャツを着てロアッソの選手たちを応援したんですけれども、ここにいる3選手は特に、大活躍してくれて見事そのおかげで勝利しました。マイナビとしてもですね、そうやってサポーターの皆さんに喜んでもらえたわけですから、やっぱりこれからもねずっと継続していかなければならないと思って今年も開催することにしました。選手の皆さんは今年のマイナビマッチデーにかける意気込みはいかがですか？自分にとってもチームにとっても去年のベストゲームでした。今年も僕がしっかりゴールを決めて勝利したいと思います。僕はゴールはもちろんですが、ビョン君やハチへのアシストでも勝利に貢献したいと思います。土井さん、最後に T シャツのデザインについて教えてください。はい、応援している姿をデザインした背中がポイントなんですよ。あと袖には勝利のカモンロストを入れたので、みんなでこれを着てカモンロストしたいですね。選手の皆さん期待してます。去年は皆さんの応援がいつも以上に僕たちを後押ししてくれました。今年はもっと盛り上げられるようにチーム全員で戦います。そして土井さん、今年はもう一つ仕掛けがあるんですよね。そうなんですよ。今度のマイナビマッチデーで来場者が1万人を超えたら花火を打ち上げますよ。よっ。マイナビマッチデー松本山雅 FC 戦は6月30日土曜日午後7時キックオフです。ぜひ皆さんでこの T シャツを着てロアッソ熊本を応援しましょう。マイナビマッチデー勝つぞ。スタジアムで待ってます。